3年9ヶ月前、天才と呼ばれた青年が有明で絶望に打ちひしがれました。ノアのジュニアは最強だと語る男を襲ったのは膝の負傷によるレフェリーストップ。第3代王者はわずか防衛1回でベルトを失いました。試合前、丸藤はこう言葉にします。あの日があったから今の自分がいる。あのベルトが自分の腰に戻ってくる日が来た。世代交代を行える丸藤対ヘビーを叫ぶ健太。この一戦はベルトをめぐる戦いであり、今日行われる他の試合との戦いであり、そしてプロレス新時代を告げる戦いになります。挑戦者丸藤直道、今花道を渡り緑のマットに立ちました。防衛9回を成し遂げた初代 GHC ジュニアタッグ王者はこう呼ばれました。丸藤健太組と、どれだけ素晴らしい試合をしようと必ず先に名前が上がるのは丸藤。そこには目には見えない格の違いという大きな壁がありました。しかし今青コーナーで挑戦者として王者を待っているのはその丸藤。健太は間違いなくベルト一つ分丸藤の上に立っています。右手にその掲げている青のベルト、今宵は挑戦者に丸藤直道、王者として緑のマットに向かいます。5年8ヶ月前、青森でデビュー戦の相手を務めてくれた先輩丸藤、数々の激戦を共に戦い抜いたタッグパートナー丸藤、そして宿命のライバル、乗り越えられなかった高い壁、避けては通れない挑戦者丸藤。その丸藤を今宵王者として迎え撃ちます。第10代王者健太、その右手には青いベルト。5年8ヶ月の時を超え、デビューから今この日本武道館に立ちました王者健太。試合前に GSC タイトル管理委員長城樋口より選手権試合宣言でございます。この試合の解説は高山義弘さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしく。高山さん、はい、一レスラーとしてこの試合どんな試合と予想されますか？まあどっちが勝つのか全く予想つかないしさ、どうなんだろうね。でも今日ね、俺解説なくてもこの試合を見に来ようと思ったの。ああ、そうですか。これは生で見といたいなと思って、そしたら解説で呼んでくれたから、ラッキーと思って。もう今日はあの見たもの、続きまして見たものを解説していただければと思います。挑戦者は丸藤直道、そして第10代王者が健太。先輩と後輩、そして実はこの健太のデビュー戦の相手が丸藤直道。それは5年8ヶ月の前のことでした。今日は健太が王者としてタイトルマッチを迎えます。裏コーナー挑戦者200ポンド丸藤直道。健太の持つ価値あるベルトを取り戻す丸藤直道挑戦者。裏コーナー GHC ジュニアヘビー級選手権者195ポンド健太。丸藤をヘビーを、そしてプロレスを超える健太。健太にとって5度目の防衛戦になりました。去年の7月18日東京ドームで金丸を破り、そしてスワ、ムシキングケリー、エーススティール、ローキーとここまで4度の防衛に成功しています。5度目の防衛戦、対する相手はこの丸藤直道でした。宿命、運命の一戦、ゴングを聞きます。先輩後輩からパートナーへ、そしてライバルへと上り詰めたこの2人の関係。ゴングを聞き、青コーナー赤コーナーに分かちます。今そのライバルのゴングを聞く。今ゴングが鳴りました。2人は動きません。静かにその時を確かめるかのようにゆっくりと回転、リングの中央、今いった、ファーストコンタクト。丸藤素早い攻防になった。高く飛んだ丸藤、さあ王者は巻き投げていった丸藤。グラウンドの展開、まだ攻撃は収まらない。ハイキックからかわした丸藤、トラスキック、これもかわした。
序盤から激しい展開、早いね、グラウンド展開って言ったらもう立っちゃったもんね、はい、もう追いかけていくのが精一杯、これは予想されていたことではあったんですけれども、ね、GHC ジュニアの頂上を決めるこのタイトルマッチ、60分の一本勝負、左画面左が10代王者の健太、そして右が挑戦者丸藤直道です。その王者健太が丸藤をロープに押し込みました。あ、立てた、やはり強打を仕掛けていったのは健太でしたね。健太はね、丸藤を怒らせたいんだよね。丸藤はさ、そういう怒りとか出さないじゃん、絶対。そうですね、そうだ、つまんないんだよ、張り合いだ。あ、ローキック、エルボー、もう打撃という打撃をぶつけ合っていく両者、ロープ難度、ローキック撃撃。いや、しかしこの丸内も今少し感情を表に出しましたね。珍しいよね、やっぱこの試合は特別なんだよね、彼にとっても。最初のカバーは丸藤直道でした。1年9ヶ月のキャリアの差があります。キャリア7年5ヶ月が上になっている丸藤、対する健太はキャリア5年8ヶ月です。この王者健太のデビュー戦の相手が挑戦者の丸藤直道でした。2000年の5月24日、青森県総合運動公園体育館で健太はレスラーとして産声を上げました。当時は本名の小林健太、11分27秒、まあ、非常に空中戦を得意とする丸藤なんですが、あえてその健太に逆エビ固めで勝利を奪ったという、まあ、そのあたりがあるいは何か意識をしていた部分なのかもしれません。だろうね、やっぱそういうのは意識しないとできないことだからね。この丸藤に話を聞きますと、まあ、健太のそのデビュー戦はもちろんのこと、入門した時のことも覚えていると言うんですね。で、まあ、必ず伸びると思ったんだがここまで来るとはなと苦笑しながら語っていました。その2人、まあ、これまで丸藤が先輩格という面でも、まあ、丸藤健太と先に呼ばれていたこの2人です。しかしその健太が青いベルト、ノアのジュニアの頂点に立ちました。立場は逆転、しかし健太はそれは必然だと言っています。王者として迎えたこの丸藤直道戦、序盤の激しい攻防戦に、まあ、それからグラウンドの展開になりましたね。グラウンドってやっぱ丸藤がリードしちゃうかな。まあ、アマレスの下地があります丸藤直道、対する健太は、まあ、高校まで野球をやっていて全くその格闘技の下地はありません。しかしチャンピオンまで上り詰めた健太、あーっと強烈なミドルキック、丸藤の体が、あー、アイブロー、腰が落ちました。丸藤の腰が落ちた。まあ、格闘技の下地がなくてもさ、はい、プロになってからキックボクシング習いに行ってああいうのを身につけたからね。そうですね、デビュー当時、まあ、小林健太というその名前を名乗っていた頃は非常に空中戦を中心とした選手だったんですが、ある時からキックボクシング、あ、そしてダブルアームぶっこ抜いていった。カバーを仕返しました健太。キックボクシング、その蹴りを主体にしてからぐんぐんと名実ともに力をつけてきたこの健太です。そしてこの2人といっては忘れてもならないのは GHC ジュニアタッグ、初代に輝きました。サッカーボールキック、もう一度だが、おっと、かわして顔面。今のような攻撃、高山さんいかがですか。ああいうの俺好きなんで相手の不意をつくと同時に精神的なダメージも与えていくという健太、このまあ、そのふてぶてしい攻撃というのも健太の代名詞になりました。そうね、昔はなんか頑張ってます僕ちゃんって感じだったけどさ、もう本当に今地を出してるよね、あいつは。まあ、高山さんと言いますと健太襲撃7番勝負でこの健太とのシングルマッチがありましたけれども、あの時の印象、そしてまあ今の健太というのはいかがですか。まあ、なるようにしてなったと思う。あ、そうですか。でもやっぱりさっき入門した時の話したけどさ、はい、俺も当時健太がさ先輩にしごかれてるの見てさ、下からなんかもっとやれもっとやれとか言ったんだよね。なるほど。ちょうど杉浦も入ってばっかで、そうですね、杉浦にレスリングやらせたりとか、それ全然何もできなかったの当時は。そうですか。もう諦めずにガン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 向かったら姿を覚えてる。そういったその反骨心、心の中にあったものが表に現れ始めた、それが強さにつながったこの10代王者健太かもしれません。試合時間は5分を経過しました。場外戦を経てカバーをしているのは王者の健太です。
さあそしてこの武道館が静寂に包まれていますね。もうみんなもう真剣に見ちゃってるんだよね、はい、試合に見入っちゃった。ハイキックで勝ち上げて、あタイミングを外して円髄のあたりにチョップを放っていった。ここからもう一度激しい打撃からのカバー、カウント2つで返していくのは挑戦者の丸藤です。いやもう健太が先ほどから何発と言っていた打撃、あ張っていく丸藤もエルボーで応戦、うん、ちょっとぐらついた丸藤、ローリングソバット、丸藤がうずくまりました。この武道館16,800人、全てのマナコがこの2人の戦いに注がれています。しかしここまで見て丸藤の空中殺法というのはあまり出ていないような印象があります。これは何か、まあ、その考えがあることなんでしょうか。いや考えというか、まあ、そのタイミングがないだけでしょう、単純に。休みなく王者健太が打撃を加え続けている。ペースに行った今健太だからね、はい、反則カウントギリギリ。丸藤は少し苦しい戦いを強いられていますが、この2人、まあ、過去6回シングルで戦っているんですけれども、その6戦とも丸藤が勝っているという。まだ健太は丸藤からこのシングル勝利を収めたことがありません。そういった意味では王者でもあると同時に挑戦者でもあるというこの健太。ロープを掴んだ、ロープを挟んでの攻防になる。丸藤が何を見せるか、あスライディングだ、ちょっとバランスを崩して場外に叩き落とされました健太。今は健太はエルボーで応戦しましたからね。もう完全に上見たからね、下すくわれたらきついよね。このあたりその視点のずらし方というのも丸藤のうまさの一つです。最後に2人が戦ったのは襲撃7番勝負の最終戦でした。2004年の11月13日後楽園ホール。あと鉄柵を使って、あ鉄柱に打ちつけました。このあたりはやはりその健太の、まあ、蹴り、そしてフィニッシュやブサイクの膝蹴りというものがありますから、そういったところを意識しているのかもしれません。その襲撃7番勝負、素晴らしい試合、20分を超える試合でしたが、最後やはり勝ったのは丸藤直道。あれから1年2ヶ月、その間の成長を見せたいと語っていた健太、鉄柵を使ってもう完全にこれは足に照準を絞っていますね。あそして丸藤がエプロンから何を見せる、何を見せる、あーとその膝へのドロップキックウィズ鉄柵、ね、逃げ場がないからきついんだよねあれは。あなるほど、固定されてるじゃん完全に、はい、鉄柵に。そのダメージを逃がせないということですね。 そうそうそう、うん、その健太が左膝を押さえました。場外カウントが数えられています。健太のその武器である蹴りを意識した丸藤の膝への集中攻撃、今戻ってきましたがリングの上ではもちろん丸藤が待っています。あもう一度場外、いやエプロンサイド、ロープを使ってまたもやその左膝固定した、ドラゴンスクリュー、あれはもう本当やばい、人体いっちゃうかもしれない。全くその体のバランスを変えられるような膝だけが回転するという。あれは普通さ回るから人体が消えないんだからね、体が持っていかれるからですよね。しかし膝だけが丸内の全体重を加えられたという。今日本武道館にどよめきが起こりました。えぐいね、マルージャー今日はすごいえぐいね。そうですね、無表情で非常に、まあ、冷徹な攻撃を加えていく丸藤直道です。先ほどもお話がありましたが、健太が感情を、まあ、表に出していくタイプ、対する丸藤はなかなか感情を表に出さないというところですが、その健太への思いを攻撃に乗せている丸藤です。もう先ほどからこの左足、左膝にしか攻撃を加えていません挑戦者丸藤直道。デビュー戦の相手でもありましたこの丸藤、先輩から後輩、そしてその後には初代 GH ジュニアタック王者、タックパートナーとして9度の防衛に成功しました。そして今は、まあ、先輩と後輩ではありません、丸藤曰くもうライバルだということも語っています。そしてこの丸藤といいますと第3代の王者でした。あれは3年9ヶ月前高岩達人を破って第3代王者になったんですけれども、まあ、防衛戦中に膝を負傷してレフェリーストップという、まあ、かなり残念な結果でベルトを失いました、ね、これ帰った時だったからね、はい、まあ、9ヶ月のその欠場を強いられたと
ということです。まあ、丸藤曰くあのベルトはノアに預けたものなんだと、今日がそのベルトが戻ってくる日だということを語っていました。まあ、丸藤にとってはそうなんだろうね、はい、だけど健太にとってはそうじゃないって言いたい。健太としては、まあ、丸藤を超える本当の意味、ベルトを取ったことだけではない、丸藤に直接勝たなくては。あーと、これもえぐい攻撃だ。丸藤のその85キロ全体重を健太の足に加えてきました。カバーに入る。高山さん、ここまでのその健太の足へのダメージいかがでしょう。どうだろうね、まだそんな、まあ確かにきついことはきついんだろうけど、はい、ちゃんと立ってるからね。なるほど、うん、だこのままさ、丸藤が膝ばっか、膝とか足ばっか集中してやってるけど、それをしのいだ時が丸藤は手がなくなるかもしれない。あ、そこまで、まあ、その健太のタフネスが勝るか。あ、エルボーを加えていく、貼り付け状態でのエルボー。健太の動きが少し鈍くなってきた。さあ、丸藤がここからその健太をどういたぶっていくのか。ニュートラルコーナーに王者を据え付けました。さあ、なだれ式を迎えるぞ。何を見せるのか。あっと、ボディのブロー、これはかわした。下からかち上げるようなドロップキック、そしてその膝を掴んでドロップキック。なだれ式、膝を押さえる健太、そのまま足を捉えて4の字に移行しました。マルジ、このまでやってる場合じゃないんだよね今ね。そうですね、ちょっと余裕が出ちゃったね。まあ、このあたりはその先輩としての余裕を見せていきたいということなのかもしれませんが、コスチュームもちょうどペイント塗った時のコスチュームみたいなね、あのおっさんがね、まあ、あのレスラーの非常にそのアピールの真似をしたというこの丸藤ですが、まあ、ここまでその真摯に健太を、まあ、足を集中的に攻め続けたというところで、はいはい、ここでやはり少し余裕が出たという印象は否めませんね。かもしれないね、はい。まあ、この油断がどう出るかというタイトルマッチです。今ロープに逃れました健太。やはり丸藤にはその呼吸の乱れというものも少ないように感じられます。あ、先ほど健太がやったようなその顔面のキックをお返しで。そうですね、これに怒るのはもちろん健太。張り返していく打撃戦、張っていくエルボー、アタックル。この辺りはさすがアマレス経験者、マウントポジションからナックルをしていこうというそんな姿勢も見せました。早いねタックルなんかね。そうですね、アマレスの素地を持っている丸藤、そして転生的なそのバネも持っています。青コーナー健太がなかなかその丸藤に攻撃を仕掛けることができません。そしてまあこの2人といいますと、丸藤は三沢の元付き人、健太は小橋の元付き人ということで、三沢小橋のその DNA を受け継ぐ2人ということも言われています。でも今はもうそういうの関係ないね、この2人は完全にもう親離れしてるしさ、彼らがオリジナルじゃん。もうその丸藤と健太という一レスラーとしての個性。そうそうそう、パワースラムで切り返していった王者の健太。日本武道館、少しずつ王者健太に対する歓声が増えてきました。さあ丸藤を捉えるか、ロープに振った、あーハイキック、体重を全て乗せてのハイキック、カバーに入る。2つで返していきます丸藤です。ミドルキック、打楽器のような音がこの日本武道館に響く。さあここから健太がエプロン、スワンダイブ式ミサイルキック、飛んだ丸藤、ここでカバーに入ります。これも返していく丸藤。今ドロップキックの打ち方変えたね健太はね。前は背中で受け身取る感じだったね、今斜めにひねりを加えてきましたね、うん、まあ何かその丸藤戦には今までの自分ではいけないというそういう気迫もあるのかもしれませんかな。さあ助走対角線いっぱい取りました、ハイキックアウト、丸藤の体が浮いた。試合は15分を経過しました。 GHC ジュニアヘビー級タイトルマッチ第10代王者、この挑戦者丸藤の胸板にミドルキックを打ちつけていきます。激しい打撃戦、ここからフィッシャーマンズバスター気味に落としていった。形勢逆転しました王者の
健太、まあ、先ほどからやはり丸藤のその得意の空中殺法がなかなか見られません。バックを取った、取り返してました丸藤です。ハイキックサネット、あーうまい、丸藤がうまい、どうでもうまいんだよね。突進してきた健太のスピード、そのスピードもろとも場外に落ちていきました健太。リング上の丸藤は何を狙うのか見ている、見ている。さあリズムを取って、そこからトップロープを越えた、場内騒然、スライディングキックに行くかと思われましたが、ね、あれハイジャンプじゃん。そうですね、もう陸上選手並みの跳躍力を見せました。全然ほら飛ばない飛ばないって言って飛んだらあんなすごいことやっちゃうからね。今まで温存していたかのように、これで一気にリズムが狂わされたか、王者の健太。いやまだどよめき、そしてどよめきの後に拍手が起こりました日本武道館。この丸藤というのはファン、そして対戦相手のその予想を超えてくる攻撃をするということは非常に有名ですけれども、とんでもないハイジャンプキックが見られました。一進一退の攻防が続いています、この健太対丸藤。試合時間は15分を経過しています。体を全て浴びせる高山さん、ここまでご覧になってこの戦いいかがですか。分かんないよね、まだ分からない、もうすぐ変わっちゃったからね。そうですね、もう一度絶対中のっけだ。さあ今度はチャンピオンが劣勢になった。ニュートラルコーナー、あ、これも先ほど健太がやったようなその攻撃をお返していく健太に、あえて蹴りでお返しをする丸藤です。入門当時の先輩、さあバックドロップ、あーこれを落としていく、おお体を一回転させてのカバー。もう丸藤のその一挙手一投足に日本武道館が沸きます。なんかね、バックドロップ一つでも他の人とは違うことをやりたがるんだよね、さあそしてニュートラルコーナートップから、あーと上から体重を乗せたミサイルキック、これも王者1で返していきます。今高山さんがおっしゃったように、その同じ技でも何か違うというその丸藤の攻撃。さあ距離を見計らっている健太のトラスキックかわした、さあ健太がブレンバスター、これは切り返した、丸藤が何を見せるか、反転させて知らぬいかわしました健太、ハイキック迎撃、健太も来ている、ハイキック。高山さん、あそこまでその高さのあるハイキックというのはどうなんですか。ねえ、もう飛んじゃったもんね。ねえ、デスバレー場面、丸藤が高い跳躍を見せれば健太も負けてはいません。デビューしてから5年と8ヶ月が経ちました。デビュー戦の相手はこの丸藤、その丸藤と自分が王者として、あっとキャッチュード、タイトルマッチを迎えている健太。ここまでは6戦6敗、丸藤にずっと負けていた健太、かわしたかわした、今度はハイキック、さあロープを使って迎撃膝蹴り、今のは健太のブサイクへの膝蹴り、ね、なんと先に膝蹴りを放っていったのは丸藤でした。お株を奪われた王者の健太、場外に落とされました。このあたり自分の得意技を先に仕掛けられるというのはレスラーとして心理的な状況というのはいかがでしょう。まあ、場合によるんだよね、もうそういう余裕、考える余裕もないときあるしさ。あ、なるほど、あ来たよ。さあ放送席の前だと危険な距離だ、危険な距離だ、あと健太がデスバレー障害、硬い硬いマットにその脳天を刺していきました健太。両選手がこの日本武道館そのど真ん中でダウンしている。試合時間は20分を経過した、あっという間に20分が経過しました。早いよね、息をつかせぬ攻防、5度目の防衛戦を迎えている王者健太。今挑戦者丸藤を中に入れました。さあ健太が狙っている、スワンダイブ式、喉元のあたり体がくの字に曲がりました。そこからジャーマンスープレックス、ブリッジも完璧だ、あと危ない3つ
ず入ろうかというようなジャーマンでした。高山さん、今のジャーマンご覧になっていかがですか。いや、良かったんだけどちょっと横に流れた感じ、なるほど。タイガースープレックスをかわした。打撃で張っていく。今度はバックを取り返した。腕をクラッチしていた。マルージホームラン。体勢は崩れました。マルージ普段あんなことしないよね。そうですね。ケンタのスープレックスを明らかに意識した動き。しかも今何あの持ち方が。そうですね、両手が完全にクロスでクラッチされていました。やられたらやり返す、そのこの両者の攻防、プライドと意地。もう一度ケンタがアウト。飛び乗った赤コーナー、なだれ式でプレパソファルトンガロー返しました。なだれ式のファルトンガロー、しかも1回で飛び乗ったもんね。そうですね、なんというバネ。ジュニアの醍醐味、そしてジュニアの枠を超えたパワー。トランスをかわしてジャーマン1回転切り返した。トランスキック、丸藤が前を見た。もう一度トランスキック。さあここで知らぬ、いやいけない、タイガースープレックスホールド。入りません、入りません。まだこの試合は終わらない。今日の武道館、その中で一番の試合をしたいと語っていたこの両者、プロレスの歴史に残るような試合を語っていたこの2人、オースイスペックス、ハイキック、やられたらやり返す男のプライド。この2人が相乗効果でどんどん加速しています、ね、早すぎるよね。そうですね、もう喋ったら次の展開になっちゃうもんね、はい、アナウンサー泣かせ。マグネシウムのように発火点の高く、そして着火点の高い攻撃。アウト、コーナーにぶつけていった。そのパワーボム、ケンタがもう一度捉えた。今度はアウト、切り返していく丸藤です。もうここまで来ればどちらが勝つのか分からない。丸藤が切り返すか、危ない、危ない。エプロンサイド場外に落としていこうかというそのパワーボムでした。もう一度場外、もうこれは先輩後輩、そしてかつてのタッグパートナーではありません。ライバルという言葉でも片付けられない男と男の戦い。ケンタは言いました。 GHC ジュニアタッグを巻いているときに、自分の目標は自分が GHC ジュニアのベルトを取って挑戦者として丸藤さんを迎え撃つことだ。その夢がこの日本武道館で叶っている。さあエプロンサイド、危険な体勢だ。丸藤直道、君はこれから何を出すのか。断崖式の調べよ、あ、危ない。ジャーマンのこの高さでぶっ込むコーというのか。トランスキック、まさかまさか断崖式の調べ完了。丸藤が健太へのその全ての思いを断崖式の不知火に詰めました。高山さん、 GAC の戦いというのはここまでしなくてはならないんですか。嫌だね、俺が戻ったら本当に嫌になっちゃうじゃんこんなもん。俺嫌だよこういうの。ジュニアの戦いでもその、まあ、軽さを感じさせないというか、二人は非常にそのことを言っているんです。ジュニアというのは軽い、小さいということではない、ヘビーにはできない戦いをする、まさにそのことをやってくれていますね。やってるね。だってさ、この後もなくてもお客さん満足して帰れるようなことしてるもんな。しかし場外カウント16で王者は立つんです。あ、さあ場外カウント18、戻りました、戻った。そしてフロムコーナー、トゥーコーナー、手洗い歓迎。丸口が、うん、手をクラッチした。変形式の DDT、
この日本武道館の中、昨日雪が降った東京に嵐が吹き荒れている。青コーナーに王者を据え付けた。さあもう高さがあることは判明した。丸藤がこの高さを使って何を見せるのか。襲撃7番勝負で見せた。あと下で回路バックを取った。1回転丸藤回避、トランスキック。もう一度ランを奪った。スタンディングの体勢、ここで知らないカット。この試合は3という数字を忘れてしまったのかもしれません。 GEC ジュニアヘビー級タイトルマッチ、王者健太、挑戦者丸内、先輩と後輩、かつてのタッグパートナー、そして永遠のライバル。ニュートラルコーナー、王者迎えに行った。この形は知らぬ怪の形だ。襲撃7番勝負でその健太をマットに沈めた知らぬ怪。武道館で危ない危ない、どうなるんだ。落とした、今のは何ですか。なんだろうね、今ネックミカドロップみたいな感じだったね。でもさ、あれ後ろに投げなくてよかったよ。場外にあれ後ろに投げたらちょっともうやばいもんね。しかしマットに落とされたこのダメージ、今丸藤が意識があるのかどうかというのを自分で確かめているようだったが、これも返します。技と情熱とプライドと意地がこの日本武道館で加速しています。この2人を突き動かすのは一体何か。張り合う、もうブローだ、ナックルパートだ、その拳は握られている。トランスキックからハイキックをかわした。エルボー、ハイキック、回転したローリングソバット、ハイキック、ハイキック、そして膝蹴りをついに丸藤に観光スリーが来ました。しかし丸藤はまだ立ち上がる。王者は健太、挑戦者は丸藤、立場が変わったのは必然と語った健太、丸藤をついに超える。ゴートゥースリープ、膝顎に入りました。そして健太が丸藤にもう一度表を向いた、加速をする。丸藤の膝蹴り、本日2発目。この思いが丸藤越えにつながった。健太が丸藤を超えました。5度目の防衛達成、デビュー戦で、そしてそれから続けた丸藤を今日ついに超えました。ライバルという一言では語れない、その思いをこのタイトルマッチに全て詰め込んだ健太と丸藤。ジュニアヘビーの枠ではなく、この武道館の全てのカードを敵に回すような、そんな素晴らしい試合をしたいと語っていたこの両者。29分19秒という夢のような試合が今、健太5度目の防衛という形で終わりました。高山さん、29分という試合でした。すごかったね、全く息つく暇なかったもんね、はい、もうどちらが勝つか、その29分18秒までわからないような試合でした。いや、それは言い過ぎじゃない。言い過ぎですか。それはもう28分ぐらいから分かったらさすがに。しかしファンとしては30分あるいは60分、そのフルの時間までまた超えちゃうかもしれないもんね、あれでね。見ていたいというような、その試合が
行われました。この日本武道館、挑戦者丸藤直道、先輩としてタッグパートナーとしてライバルとして歩み続けてきたこの健太と丸藤、その二人の関係、この試合によってまた新たな展開を見せそうです ね。健太の左肩に青いベルトが戻りました。今丸藤は一体その脳裏に何を思っていることか。あ、そして今健太そしてリングの方を向いて一礼をしました。今の礼、中山さん、丸藤のどんな思いだと思われますか。なんだろうね、ああいうことするやつじゃないのにね、普段はね。そうですよね。丸藤は語りました。ノアのジュニアは最強です。あれから丸藤はベルトを失い、そして3年9ヶ月が経ちました。あれから GH ジュニアのベルトに挑戦したのは今回が初めて。その時にベルトを持っていたのはパートナーでもあり、そしてライバルでもあるこの健太でした。その健太に負けた、この健太がそのノアのジュニア最強、そして健太と丸藤、この戦いがノアのジュニアが最強だということを証明してくれましたね。いや、これはもうバッチリ証明したと思うよ。そして本当ノアのジュニアはすごい。健太が5度目の防衛に成功しました。2006年、このノアジュニア最強の男健太の防衛ロードは続いていきます。そして健太と丸藤直道、この2人のライバル関係は1月22日今日から第2章を迎えます。第10代王者健太、5度目の防衛に成功しました。